よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで皆さん、バックハンドのポーチボレー、結構力入りにくいんですけど、こう片手でね、パチンとこう、決めたいなって思ってる人多いと思うんですよ。今日は先日のフォアハンドのポーチボレーの動画に続いてバックハンドのポーチボレーいきます。練習法としては前回のフォアのポーチボレーと同じで、しっかり詰めてネット上でまず面作り確認をパチンとやって、その後最後は通常のネットからちょっと離れたところから打ちましょうっていう形をやるんですが、今回はフォアと比べるとやっぱりこうパンとね、こうパンチする力が入りづらい。そこでラケット面のコントロールの仕方、ワンポイントをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、そういう感じで元関西大手テニススクールのジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国で活躍するジュニアから老若男女一般のスクール生の方まで幅広く教える中で、得てきた経験を活かして、皆さんに明日もちょっとこうそうやったらテニスしてみようかな、みたいに思ってもらえるような情報発信を目指していますので、よろしければぜひチャンネル登録のよろしくお願いします。ではバックハンドポーチボレー行ってみましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いします。というわけで今日はバックのポーチボレー行きたいと思います。フォアハンドは手のひら感覚でガンと押さえれるんですけど、バックはちょっと力が入りにくいなって感じる方がいると思います。普段、こうスライス面でボレーをしている方にとって押さえる打ち方っていうのは結構難しいと思いますので、今日はそのあたりを紹介したいと思います。練習のやり方としては、フォアのポーチボレーの時に紹介したような感じで、ネットの真上でしっかりとパンチをするっていうやり方を使いたいと思います。ちょっとやってみます。はい、今みたいな感じで、ネットの真上でボレーをしてっていうところ、まあ、これはフォアボレーの、フォアのポーチボレーの時に紹介したネットミスがね、少なくなるようなイメージをしっかりとつける練習です。ただ、バックのポーチボレーに関して言うと、ラケットの面を、こういう感じでまっすぐに起こしていく。この作業が、フォアの、これに比べるとやっぱり力が入りにくいと思います。で、ここでポイントがあるんですけど、ラケットをこう立った状態ですね。この状態でこうやるとおそらく止まらないと思います。まあ、止まるケースはいいですけど、相手のボールに負けないようにってやるとどうしても力負けするか、止まらずにそのままこっちに流れてしまうかみたいな感じ。で、今度は真横にしてしまうと、またコンチネンタルグリップだとこういう感じになるので力が入りにくいです。やっぱり普通の流すボレー、普通のバックボレーで使っている感じで、ラケットっていうのはこういう感じで斜めになってると思います。はい。で、この斜めの状態で、ここですね。ここに今縦のライン入れましたけど、この縦のラインをベースに寝ているラケットをこういう感じで起こすイメージです。これが一番バックボレーで力が入りやすい形です。横から見るとこう真横にやってるものをこうしたり、立ててるものをこうしたりっていう感じよりは、ラケットが斜めになってる状態ですね。この状態で垂直面に起こしていく。はい、こうラインを入れて、このラインの下上で上側を起こしていくようにすると、あまりこう相手のボールからのストレスなくしっかりフラット面が作れますし、行き過ぎることもないし負けることもないっていう感じになります。ちょっとやってみます。はい、で今のはしっかり詰めてますけど、今実際の試合をやる、試合でやる感じでちょっとネットから離れたところでボレーをしてみます。はい、今みたいな感じでラケットのこの起こし方の部分ですね、ここにバックボレーを一工夫加えると、フォアボレーと同じように力が入ってこう抑え込めるような感じのボレーできると思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、い
かがだったでしょうか。ちょっと短めの動画になったんですけど、まあ、編集しててちょっと気づいたのは、もっとね、悪い例をいっぱい打っといたらよかったなって思ったんですけど、まあ、どういうのが失敗の原因になるかっていうと、やっぱり動画の中でもちょっと触れたんですけど、こう寝てるラケットがこう起きるような動きですよね。こういうこね方、まあ、もちろん少しはするんですけど、あまりこれを力強くポーチボレーでやりすぎると、やっぱり面の向きが定まらなかったり、かぶせすぎたり、フォアでこうやるのとバックでやるのと、やっぱり力の入り方ですね、こっちはよっぽどやっぱり前腕の力が強かったりしないと抑え込むことが難しいですから、この面使いやっぱり良くないですよと。あとはじゃあこうやって伸ばしてこうかぶせるのかというと、それも力が入らないので、この斜めの状態で力が入るように持っていきましょうという感じでやりました。この今日ご紹介したこのマスクね、このここの上と下でこう斜めでこうやって起こしていくやり方だけでもやっぱり力は入らないので、前に飛び込んでいく力、踏み込む力、それからしっかりと真ん中に当てる能力ですね、このあたりをしっかり磨いていけると、パチンっていういい当たりが増えてくると思います。スライス系の流すバックボレーが難しいと感じる人もいれば、その流すボレーが得意な方はどちらかというとこのパンチ系の立てる動きが苦手だったりします。またポーチボレーはこうできるんだけど流す系ができないなという方もいます。これをうまく両立することで、特にねダブルスはやっぱり前に詰めてパチンと決めるボレーと、あとしっかり後ろで我慢するボレーと、ダブルスでは両方必要になります。ですから今日のこの起こすタッチですね、ぜひコートで試してもらって、気持ちよくポーチボレーを決めてもらいたいなと思います。